S&P500 に10年間積み立て投資していたらどうなるのか。節約マスクのお金の話。こんにちは、カオルです。長期インデックス投資は20年間投資するつもりでやりましょうというのはよく言われます。過去のチャートを見ても、少なくとも戦後においては20年後にマイナスになっている時期はありません。そしてこちらはウォール街のランダムウォーカーという本からの引用ですけど、過去のデータからは20年経てば年平均リターンは最低でもプラス 6.5% になって安定してきているのがわかります。ただ20年後というとかなり未来の話なので、ピンとこない人もいるんじゃないでしょうか。20年前の2002年は日韓ワールドカップが開催された年です。ベルギー戦の稲本の逆転ゴールに興奮していた頃の私は、自分が20年後に動画でお金の情報を発信してサイドファイヤーして本を出版するなんて想像もしていませんでした。そこで今回は10年間積み立て投資していた場合のリターンを見ていきます。10年後だったらまだ少しイメージしやすいですし、例えば50代の人とかでこれから投資を始める場合とかは、20年後よりも10年後の結果の方が気になる人もいるんじゃないでしょうか。一括投資ではなく積み立て投資で検証する理由は、資産形成している人は働きながら収入を得て生活費を払った後で残ったお金を投資に回すことが多いので、結果的に積み立て投資になる場合が多いからです。ただ積み立て投資というのは、たとえ10年後に株価が今より上昇していたとしても必ずプラスになっているとは限りません。上がってきて上がってきて、高いところで積み立てをしてから最後にガクッと下がってしまったりすると、最初の位置より上だったとしてもトータルの成績ではマイナスになっていることもあるからです。では過去の S&P500 ではどのような成績になっているのか調べてみましょう。今回は1871年から2021年までで、 S&P500 に毎月5万円、10年間積み立て投資していた場合の全てのパターンのリターンを算出しました。1871年1月に積み立てを開始した場合の1880年12月時点の成績から、2012年1月に積み立てを開始した場合の2021年12月時点の成績まで、各年に投資を始めた場合の10年間を切り取った全142パターンです。計算に使用したのは配当込みのトータルリターンで、インフレと為替は考慮していません。例えばこちらは、普仏戦争が終結してドイツ帝国が成立した1871年から、エジソンが白熱伝導の特許を取得した1880年まで積み立て投資をしていたと仮定した場合の結果です。毎月5万円を10年間積み立てしているので、元本は600万円。1880年時点の評価額は1190万円。評価益はプラス 98.4% となっています。10年の積み立て投資で2倍くらいになっているのはかなり成功していると言えますね。毎月10万円投資していたら、元本1200万円が2400万円になっているということです。大きいグラフは赤い線が元本で、青い線が評価額を表しています。6年目、7年目くらいで大きく元本割れしている時期もありますけど、最終的には大きなリターンを上げることができています。小さいグラフはこの期間の株価の値動きを表していて、積み立て初期の頃はぐずぐず低迷していて、後半に力強く上昇するという、積み立て通していい結果になりやすい値動きをしていることがわかります。次に、学問の進みが刊行された1872年から、板垣退助が自由党を結成した1881年までの成績を見てみましょう。というふうに、142パターン順番に見ていっても、私の歴史のお勉強にしかならないので、一覧で結果を見て悪かった期間をピックアップしていきます。まずは、10年後評価額の一覧がこちらです。元本600万円のところに赤い線を引いています。10年積み立て投資した結果、元本割れしてしまっている期間もありますけど、個人的には思ったよりも多くない印象です。逆に年平均リターンが 10% 近くないと到達しない1000万円に、142パターン中67パターンと半分近く到達しているのにちょっと驚きました。同じようなグラフになりますけど、評価損益を一覧で見るとこんな感じです。142パターン中マイナスになったのは5つの期間だけだったので137勝5敗です。
長期投資は20年と言いますけど、10年の積み立て投資でも滅多に負けていないんですね。インフレや為替の影響を加味していないデータとはいえ、結構心強い結果だと言えると思います。ではマイナスになっていた期間を見てみましょう。ワースト1位は終了がリーマンショックの年で、ワースト2位は終了が世界恐慌の大底の年です。世界史に書かれるくらいのレベルの金融ショックなので、さすがにマイナスにはなっていますけど、マイナス 20% くらいならそこまで大したダメージでもない気がします。ではまず1999年スタートの年の詳細を見てみましょう。積み立てを始めて1年ちょっと後には IT バブルが崩壊して元本割れしています。まあ積み立て初期の暴落は安く仕込める分ラッキーだぜとか思って淡々と積み立てていたら、予想通り9年目には約 40%、 200万円くらいのプラスになって、やっほいって思っていたら、最終年にリーマンショックを食らって結局 20% のマイナスになってしまっています。積み立て投資の一番悲しい形ですね。次に1923年スタートの年の詳細を見てみましょう。世界恐慌前の大暴騰で7年目には元本400万円が評価額1200万円くらいの3倍になっていて、そこから凄まじい勢いで下落して、最終年には一度評価額が300万円まで落ちてしまい、最終的には485万円まで持ち直してフィニッシュです。これもすごいジェットコースターですね。1922年スタートと1925年スタートは同じように世界恐慌絡みの大きい山が積み立て期間中に入っていて、最終的に元本割れしていました。次に1965年スタートの年の詳細を見てみましょう。じわじわしっかり利益が出ているけど、やっぱり最終年近くになってからオイルショックによる暴落で最終的にマイナスになってしまっています。10年積み立ててマイナスになっているのは、歴史的な大暴落が積み立て期間の後半に来てしまっているパターンだけだったことがよくわかりました。確率が低いとはいえマイナスになるのは嫌だなと思うかもしれませんけど、それぞれ追加で調べたところ、1922年スタートの期間以外は翌年にはプラスになっていました。1922年スタートの期間も翌々年にはプラスになっていたので、そこまで神経質になる必要もないかなと思います。10年間積み立てて10年後に全ての投資商品を必ず売却しなければいけない人なんてほとんどいないですよね。10年後時点で利益が出ていなければ、追加で積み立てはできなくなっていたとしても、2年待てばプラスになっていたという事実は安心材料だと思います。もちろんこれは過去のデータに過ぎませんけど、これだけ長い期間で調べての結果なので説得力はあるような気がします。せっかくなので、ちらっとリターンの良かった期間ベスト5も見てみましょう。毎月5万円の積み立てで10年後に2000万円になっていたら最高ですね。1919年からの期間は大きな暴落がない上に、前半はほどほどで、後半に世界恐慌前の大暴騰でギュイーンって上がっているので、最高の結果になっています。もちろんこれは過去150年におけるベストなので、期待しすぎないように注意してくださいね。今回データを取った期間の平均値で言うと、元本600万円に対して評価額は1037万円、評価益は 72.99% でした。10年後の積み立て投資の結果が気になって仕方ねえぜという人の参考になれば嬉しいです。ここからはおまけですけど、今回これだけ長期間のデータを使用した理由の一つは、戦前の成績も含めて調べてみたかったからです。S&P500 の長期チャートを見ていて思うのは、戦前はそんなにいい値動きをしていないんですよね。世界恐慌による大暴落は投資家なら知っている人も多いと思うんですけど、それより前の50年くらいもグズグズしていて、あんまり綺麗に右肩上がりになっているとは言えません。でも大半のシミュレーションは戦後のデータを元にしていることが多いので、今回は1871年からのデータを使用してみました。結果を見ると、もちろん戦後の方が明らかにいいリターンを出してはいます。積み立て終了期間が終戦の前年になる1935年スタートの期間までの評価損益の平均は 52.89% だったのに対して、
1936年スタートの期間からの評価損益の平均は 89.96% でした。でも戦前の期間も思ったより高くないですか？積立投資は上がったり下がったりのレンジ相場がぐずぐず続いてもプラスになりやすいので、意外と悪くない成績を残せているのかなと感じました。こういったシミュレーションを見てどう考えるかは人それぞれですけど、個人的には S&P500 への投資は今後も続けていこうと思っています。以上、S&P500 への10年間積立投資をシミュレーションしてみました。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。